ソアラはトヨタ自動車が1981年に発売した高級クーペである。初代2代目は折からのハイソカーブームに乗り一躍人気車種となり、3世代目以降のモデルは輸出仕様であるレクサス SC のバッジエンジニアリングとなっていた。2005年日本でもレクサス SC としての販売が開始されたことに伴って絶版となった。ソアラの開発は 初代発売5年前の1976年までに遡る。すでにこの時期日本車は海外、特にアメリカで高い評価を得ていたが、それは小型大衆車だけの話であり、上級車種についてはさほど評価を得られていなかった。また、アメリカやヨーロッパ市場においては、地元企業保護のために輸出台数規制が敷かれており、利幅の大きい上級車種の投入による、 収益増加が必要であった。折しも、ハイガス対策などが一段落し、トヨタ社内からも、2000GT のような、新しいイメージリーダーが欲しいという声が上がっていた、ことから、世界レベルで通用する高級車、具体的には、メルセデスベンツ SL クラスや、BMW6 シリーズといった、ヨーロッパの高級 GT カーを目標に開発された。 日本の高級パーソナルカー市場ではすでに日産、レッパードが前年に登場していたが、レッパードが従来の OHC 方式の6気筒、L 型エンジン及び4気筒、Z 型エンジンをラインナップしていたのに対し、ソアラでは全グレード6気筒のラインナップとし、さらに M 型エンジンを 2800cc 及び DOHC 化して搭載し、性能で優位に立った。 このことが高級パーソナルクーペとしてのブランドイメージを向上させることとなり、市場でのセールスでは独り勝ちとなった。同じ車格の二ドア車であるクラウン2ドアハードトップはソアラの成功を見届け、1983年以降はラインナップから姿を消している。またソアラはトヨタ自動車の先端技術の多くを初採用したイメージリーダーカーでもあった。 初代ソアラで採用された TCCS、ECT、テムズ、エレクトロマルチビジョンや二代目ソアラで採用されたスペースビジョンメーター、エアサスなどの技術は現在のトヨタ車にも進化しながら採用され続けている。上述の通り当初から輸出を念頭に開発されたが、当時海外のトヨタディーラーではソアラの兄弟車種であるスープラが発売されていたこともあり。 販売面を含めた差別化が図れず、初代2代目は海外では販売されなかった。海外輸出がなされるのは、レクサスブランドの誕生後、V8 エンジンがラインナップに加えられた3代目からとなる。販売終了前月までの新車登録台数の累計は87,973台。コンセプトモデルは1999年、東京モーターショーに、 レクサスブランド開業10周年記念車として展示されたレクサススポーツクーペが始まりである。市販モデルは2001年4月に日本で発売された。デザインはフランスにあるトヨタのデザインスタジオ ET ににおいて行われ、ギリシャ人デザイナーであるソリティスコボスが担当した。ボディ形状は電動格納式ハードトップを持つコンバーチブルである。乗車店員は4名だが、 後席の空間はこれまでのソアラでも最も狭いものとなった。これはアメリカでにシーター扱いになることを避けるためのものだった。エンジンは30系セルシオと共通の 3UGFE 型 V8DOHC4300cc が搭載され、3代目モデルまで存在した磁気録、エンジン搭載モデルは廃止された。変速機は5速 AT のみであった。また、 トヨタブランド車としては初めて18インチのアルミホイールとタイヤが装備され、同じくトヨタブランド車初となったランフラットタイヤもオプション設定されていた。内装には元決めのパネルがふんだんに使われ、黄色系、ブラウン系、ダークブラウン系の3種類の決め色と、黒、赤、茶、白の4種類のシート値が設定された。また、マークレビンソン社製のオーディオシステムが、 オプション設定された。一方、歴代ソアラに装備されていたデジタルメーターは採用されず、また、全車 AT となったことで、サイドブレーキも先代までのハンドレバー式に変わって足踏み式が採用された。2002年9月のオブルカラーエディションを追加。2004年2月平成17年基準排出ガス50%低減、新を全車で達成。 2004年5月一部改良。イムブを01モデルから03モデルに変更。パワーシートをシートリクライニング、スライド機構に変更。2005年7月、日本でのレクサスブランドの開業に合わせて、日本国内でもレクサス SC は発売された。それに伴い、それまで日本国内専用の姉妹車となっていたトヨタソアラは、絶版となり。 二十四年の歴史に幕を閉じた。新車登録台数は六千四百八十六台。九百九十年頃から静岡県警察交通機動隊で z 二0型が暴走族取締り用覆面パトカーとして導入されていた。九百九十七年から z 三十警工機型が覆面パトカーとして北海道、青森県、警視庁、神奈川県、千葉県、 埼玉県、栃木県、静岡県、愛知県、岐阜県、大阪府、鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、沖縄県の高速道路交通警察隊に配備された。グレードは 2.5GTT の 5MT 車で配備台数は20台。また、Z30 軽前機型のフェンダーミラー使用車は白黒パトカーとして三重県警察に導入された。 ジャフ戦においての話に限定すると Z10 系がバンド紹介より JSS に参戦していたが、それ以外は目立ったレース活動は Z40 系がレクサス SC430 として出場するまで見られなかった。その一方、チューニングベースとしては多方面の需要が存在した。1980年代前半においての各自動車雑誌主催の矢食べでの 最高速トライアルにて、日産の L28 型搭載車と、並び、BNR32 型スカイライン GT、R 登場まで最高速トライアルベース車として、使用されていた。中でも有名なのは、トラストチューンの MZ11 型ソアラで、最終的には、空力的に不利なボディ形状ながら、時速 312km を突破するほどの、改造車であった。d 一グランプリに、 エンジンとトランスミッションを JZ 系のものに換装した車両も参戦していた。また、この時期のトヨタ車の特徴として、多彩なエンジンバリエーションがあったことから、Z10、20系では、M 型や G 型エンジンから JZ 型エンジンへ換装するチューニングも見られ、後発の車両に負けないパフォーマンスを見せるものもある。 特に2 0系ソアラは7 0系スープラとの共有部品が多く、この点でも改造や乾燥型安い。モータースポーツでは、ドリフト競技などへの参加が特に目立つ。特にバーテックス T&ECO、リミテッド、株式会社 T&E の上野選手は、D1 グランプリにおいて長期にわたり、Z30 型ソアラで参戦していた。また、 全日本 GT 選手権のベース車になることも検討されたが、スープラの開発主査の方が熱心だったことで、ベース車はスープラになることが決定された。チューニング体制の高い 1JZ GTE を搭載した2.5リットルモデルには 5MT の設定もあり、また、ジャザ80スープラ純正のゲトラグ車製6足、MT がほぼ無加工にて乾燥が可能なため、 様々なジャンルのチューニングベースに用いられる。40K はブランドチェンジしたレクサス SC430 がスーパー GT や D1 グランプリでエンジンスワップをされ活躍しているがユーザーレベルではモデルチェンジにより車格や価格が上がったことで外装以外で手を加えるものが少ない。しかしかつてはトム S などからスーパーチャージャーキットが発売されていた。 英語で最上級グライダーを示す、ソアラに由来する。本来、ソアラは、ソーラーと発音するが、正規の発音では読みづらいというトヨタ社内の意見から、読みを若干変え、ソアラと読ませることにしたという。ちなみに、当初の段階では、ソアラ以外に、メキラ、フェニックスの2案が検討されていた。メキラは、仏教の十二神章の中にある、 メキラ大将に由来するが、名称がゴジラやモスラといった怪獣をイメージさせるとして知り添けられた。フェニックスは、文字通り、不死鳥の意であるが、死の文字が入るのは問題という理由に加え、社名としては長すぎるとして却下された。また、ソアラの商標登録をめぐっては、当時すでに鈴木がソーラーを登録しており、類似商標が洗顔されているとして一度申請が、 却下された経緯がある。これについては、鈴木との交渉で、ソーラーの商標を、相場の3倍ほどの値段で譲ってもらうことで、解決したという、ありがとうございます。